あ、こんにちは、ヒヨンです。今回はですね、クリスマスデートをする予定があるんですけど、その時にやっていこうとしているメイクを事前に練習ということで紹介していきたいと思います。クリスマスデート模擬メイクっていう感じですかね。つばこぼえばつに始めますか。それではスタート。オープニングから少しねウキウキなお話をしたんですけど、クリスマスデートに行くことになりました。いつも通りにシンプル漏れっていうのも大切なんですけど、まあその方とは何回かご飯も行ってるので違う雰囲気も出したいなと思いつつ、でもそんなに冒険してカラーメイクとかは違うなって思いつつ、いろいろ想像してるメイクがあるので今からやっていきたいと思います。まずはじめにこちら、オンリーミネラルミネラルグロースムーザー01番。一番いいのはもうスキンケアした状態に一発目に塗るっていうのが私的にやっぱ一番綺麗に塗れるなと思って、鼻だけはこれを先に塗ります。これが一番下地とも混ざらずに本当の力を出してくれる気がしてて、だから下地とかなしで直に鼻に塗っていく。そしたら次、エトボスのミネラルインナートリートメントベース、これはクリスマスコフレでも紹介したもので、クリスマスコフレも使いつつ可愛いメイクできたらなと思い今回使います。これすっごい塗りやすいから、ほら伸びがすんばらしいのよ。デイリーメイクでも割と使ってるアイテムです。クリスマスデート行こうってなった理由、結構恋バナするの久しぶりじゃない、自然にクリスマスだし行こうみたいな、ここでクリスマスデート行かないわけないやろっていう感じのノリでした。もうほんとナチュラルに自然にっていう感じ。結構進展してない？なんかこれね、肌がもちもちになるんです。それもめっちゃいい、塗りやすいし。デートはご飯だけなんですけど、別にどこ行こうっていうのはなくって、クリスマスディナーっていう感じ。私が大好きなレストランがあって、そこにずっと行きたい行きたいって言ってて、じゃあクリスマスはそこにしようかって感じでレストランに行くことになりました。クリスマスデートももちろん楽しみなんだけど、そのねレストランに行くのも超楽しみ。そのレストランがもうクリスマス23、24、25、26、27ぐらいまで埋まってて、予約がまだ1ヶ月前だけど取れなかったから12月22に行く予定です。私がその日デートしてるっていうのをみんなちょっと頭の隅っこに入れといてくれた。入れといてどうなんのって話なんだけどさ。次ファンデーションなんですけど、この前川北さんとコラボさせていただいた時に教えていただいた塗り方、アンドビーのファンシーラーライトベージュ、明るいやつですね。こっちのオレンジの方をクマ、こっちのライトベージュの方を全体に塗るっていう感じ。クマのところにちょん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 、そしたらこの濡れたスポンジで、濡れたスポンジじゃないとしっかり伸びないというかなじまないので、私は濡れてるこのスポンジです。まずクマのところを隠してあげたら、川北さんの全部を隠さなくていいっていう言葉と、このテクよりベースがね少し薄くなった気がする。自分的にもライトベージュの方を下の方にチュッ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 で、鼻、おでこ、で、顎のところ。デート行くって言ってもマスク必須じゃないですか。だからマスクよれもう最小限に使用したいので、ベースは本当に薄く塗るのがいいですね。なんならさ、もうここら辺とかさ、フェイスライン何にも塗ってない状態です。今全てが綺麗に隠れてるわけではないけど、素肌が綺麗な感じに見せてくれるから、これがちょうどいいかなと思って、もう少し隠したいところがあれば追加で塗る。そしたら次にこれです、コスメデコルテのフェイスパウダー11番。この&B のファンシーラーを使ってカバー力少ない、ちょっと足りないかもって思う方もまあ中にはいるかもしれないんですけど、このねコスメデコルテのパウダーをつけることでその悩みが結構また軽減されます。このデコルテのパウダーはいつも私塗ってるので、いつもみたいに塗る、顔全体に。こんな感じでーす。てか唇の保湿をするの忘れていた。シャネルのルージュココバーム、これはねお友達からいただいたやつで、これで保湿をしとく、可愛い唇になるように。次シェーディングです。アンドビーのコントゥアペン、これも川北さんに教えていただいたんですけど、自分のいらないところを大胆に削ってもいいみたいで、このぐらいで、顎のここをすることによって小顔になるらしい。さっきのこのスポンジで馴染ませます。
これ結構ね、いい感じに小顔になるんですよね。シュッてなんない？私はこの方法を教えていただいてから、これをね、結構やってる。こんなにシェーディング入れていいんだって思って。シュッとなったよね。そしたら、次が眉毛。一旦スクリューブラシで整えてもらい、トーンのクリスマスコフレの中に入っているトーンマルチアイズパウダー眉積みアイシャドウ、少し赤みの入っているブラウンなので温かみの出る眉毛になるかなと思って、優しい雰囲気になりそうじゃない。今日はあんまり太い眉毛にならないように。可愛いかも、色クリスマスだし、赤と緑じゃん。緑の眉毛にするわけにはいかないか。うん、どうですか？可愛い気がする。赤みブラウンだけでも締まりがないから、締まりがないとちょっと嫌なので、こっちの茶色も使っていくっていう感じかな。うまく混ぜ合わせて使うといいかも。だから私の大好きなセザンヌの超細芯ちょっと整えます。整えながらの涙袋。ここまでなんらいつものメイクとあんまり変わらない。眉毛が少し赤くなったかなぐらいかな。そしたらネイミングのタッチアップブロンメーカー、ミディアムブラウンの色。色を塗るっていうよりも毛並みを固定させるっていう感じでつける。眉毛濃くなってないよね。ちょい太？太くしないようにしたのに太くなってしまったかもしんない。あらららららら。とりあえず目元のメイクをしよう。目を濃くすれば。オンマがいるんでしまう。その前にハイライト、アルマーニのエキセントリコパレット、フェイスカラーアイシャドウ、中がすっごい豪華なの。これもクリスマスコフレ、超可愛くない？超超可愛い、超可愛いっていう感じなんですけど、このね、馴染みのいいベージュ系のカラーでハイライトを入れていきます。ラメラメっていうよりもパールっぽい輝き方ですね。私さ、このメイク結構さ、撮影する前々日ぐらいからどうしようかなって念入りに考えてやってきたんだけど、大丈夫？次、こちら。マーズのアンラップドミニアイシャドウパレット、ドルチェビタ。結構色とかあるんですけど、私はこの色をアイホール全体に塗ろうと思ってんの。今回のクリスマスデートメイクのポイントは、やりすぎ感のない、だけど華やかな、ちょっぴり大人。聞いてた。ということで、私はアイシャドウは単色で仕上げようと思ってるんだけど、単色がキラキラ、結構ラメの強いものを使おうと思ってるの。このシャドウ私大人可愛いなと思ってて、こんな感じで。で、ちょっとね、いつもしない詐欺メイクとかもちょいちょいしようと思ってるから、なんか、ん？いつも通り？でも可愛い、なんか違う？大人女性？みたいな感じに思われたくて。成功するのかしら。割とね、がっつりというか入れます。こんな感じ、可愛くない？どう？色しっかりつきますよね、割と。でも濃すぎないから私的にはいい感じかなと思って、こんな感じです。で、私いつもこの涙袋にも同じ色を入れてるじゃないですか。なんだけれども、このシャドウを下にも塗っちゃうと少しやりすぎ感が出ちゃうで、私は思い、似てる色を持ってきたの。私が愛してやまないエトボスのミネラルマルチパウダーヘルシーオレンジの色、ここに激薄に塗る。激薄に塗るって言っても、まあ色はわかるぐらいね。上まぶたと下まぶたが両方ギラギラしてなくていいかなと思って。そしてからの、からのからの、私の RMK のプリズマティックラスターアイシャドウパレット02番。これもキラキラだけのアイシャドウなんですけど、私は可愛らしさを出すためにこのピンクのラメを目頭に塗ろうと思ってるの、ほんのりね。そして下まぶたはこのピンクでちょっときらめきをつけるみたいな。そんなに目立たない気はするんですけど、ピンクがもうほんのりつけたらアイシャドウは終了を。上につけたアイシャドウが単色だし、まあ、そんな締め色でもないので、ちょっと目を締まらせたくてこれを使います。イニスフリーのスキニーマイクロライナー02番。私がさ、たまにやるペンシルタイプなんですけど、これめちゃくちゃ描きやすいから、これ使う時に絶対ね、筆先をねこういう風に拭いてほしいの。そうじゃないとペン以外にここについてるアイライナーの色が変なとこにくっついちゃうから、まず綺麗にしてもうここだけの色を塗れるようにしたくって、この目頭のインラインに入れる。そしたらくの字でこっちも入れる。こんな感じかな。ちょっとさ、目が全然違くない？こんな感じにしてもらったら、しっかりこっちのアイラインも描きます。リーアップのシルキーリキッドアイライナー WPPK。目尻にだけ描くんですけど、今日は少しだけなんか上げてもいいかなって、今日ぐらい上げさせてくれって感じじゃない？クリスマスデートだし。
こんな感じ。目頭にラインを入れた時はちょっとえって思ったけど、この目尻に入れることによって全然おかしくなくない？自然にデカ目効果みたいな。そしたらまつげ、エチュセのアイエディションマスカラベース、毛並みを整え、ベースをしっかり作ってあげて、その後マスカラをします。マスカラベースがまつげを作る一番の鍵。そしたらマスカラです。デジャブのファイバーウィッグウルトラロング E1 番。おー、確実に可愛いと思われたい日はまつげ上げちゃうんですよね。私確実に可愛いって思ってねっていう視線を送る。そしてやばくない？やばい女じゃない？やっぱ可愛いって言われたら何回でも嬉しいですよね。言われ慣れてるから嬉しくないでしょっていう人いるけど、いや全然毎回嬉しいですけどって私は思うね。みんなに言ったので、下まつげはこちら、デジャブのラッシュアップマスカラ E、 小さい方ですね。これ塗りました。そしたらチーク、スナイデルのパウダーブラッシュ09番の色です。ローズっぽい暗めの色なんですけど、めっちゃ薄く塗る。私はこの内側薄めに塗っていただき、ちょっと濃かったらなじませてもらい、そしてなんとここで人中メイクをします。サナプロメーカーのリップバランスチェンジ01番。あとね、人中短縮メイクっていうのがあるみたいで、ここを暗くする、ちょいなじませ、ハイライトみたいのがあって、こういう風な、これで唇の山をなぞる。なぞることによって人中が短く見えるらしい。見える？短く。こんな感じでリップを塗る。タミューとクラネのコラボアイテムなんですけど、ティンティドリップバームエバーブラウン、ちょっとシアーなこんな感じ。可愛くない色？うん、こんな感じでメイクの完成です。いつもとめっちゃ変わるってわけではないけど、ちょっとずつ変わる気もしてる。次は髪の毛をやっていきたいと思います。今前髪だけ水で濡らしてドライヤーをして、あのまっすぐにしました。ストレートじゃなくて巻いていきたいなと思ってるんですけど、この長さだけどウェーブを作ります。この前だけウェーブにしたら、後ろはただの外跳ねにするの。こういう風に毛先がちょっと巻かれてる状態になるようにします。そしたら残った髪の毛をまた半分ぐらいにしてもらって、同じようなことをする。前の方だけちゃんとブーブーつける。中間の髪はちょっと気合い入れて、髪を半分に分けたとしたら3分の2ぐらいまでちゃんとウェーブやってあげる。後ろはもう毛先がちょっと暗いってなってるぐらいで、一番上の髪は全部を綺麗にウェーブにしたいんですけど、ウェーブの作り方のコツはね、手首の滑らかさが超大切って私思ってて、これがぎこちないとカクカクって感じで髪の毛がなっちゃうから注意した方がいいかなって思うぐらいかな。あっという間でなんかいつもと違うストレートになっていい感じじゃない？こんな感じです。前髪も少し巻きます。前髪をねめっちゃ短くしちゃったから、潔く私はもうこんな眉でいいや、こんな感じはいって感じで髪の毛の完成です。どうですか？ちょっといつもと違うじゃないですか。じゃあ次はお洋服を選びます。じゃあお洋服を選びたいんですけど、何を着ようかね。ワンピース。あ、でもさ、こういうのも良くない？こういうマーメイドスカート、これにさ黒のタートルとかも可愛さそう。これいいかも。それかなんかちょっとこういうラブリーな感じ、これめっちゃクリスマスっぽいな。これはプリマブリーのスカートなんですけど、ここにねストーンがついてるの、可愛くない？あんまり普段着ないようなお洋服着た方がいいよね。これにさタートル良くない？で、あのブーツ、ロングブーツ。はい、お洋服はこんな感じで着替えました。これにブーツを履きたいと思います。上はユニクロのタートルです。じゃあアクセサリーを選びます。前髪が短すぎんのよ。はい、こんな感じでアクセサリー選べたんで、あ、でもこれ可愛いよ。パンクリとかどう？これでつけた、可愛いよね。デートっぽくない？うん、みんなに話しかけてる。ほんまが答えてくれるんだよ、ありがとう結構早く決まった。トップスすごいシンプルなので、このぐらい大きいネックレスしてあげても全然いいかもしれない。で、指輪ももちろんお揃いでつけて、前髪だけどうにかしたいけど、ピアスは結構シンプルな方が可愛いと思うから、こういうフープのやつとか可愛いんじゃない？こういうのでも、重みてちょっとね華やかにしても良さそう。それかこれとか、さっきの丸いの方が可愛いかも。じゃあアクセサリーはこれにしたいと思います。
そしてじゃあバッグを持ってこよう。コートはこれを着ました。かわいい。バッグはこのシャネルにします。このコートはね、結構昔から持ってるんですけど、もう何年前に買ったんだろう。ロンハーマン、ロンハーマンか。でもロンハーマンで買ったけど、ブランドはここです。なんだろうね、ブランチャ。じゃあこんな感じで私はデートに行くと思います。いはい、って感じで今回はクリスマスデート模擬メイクをしてみたんですけど、いかがでしたか？メイクだけじゃなくて、今日は髪型とお洋服といろいろやってみたんですけど、結構これでいける気がするって思ってます。さっきも多分メイクしながら言ったと思うんですけど、私のクリスマスデートは12月22日になる予定なので、頑張ってきますという感じで、皆さん応援していただけると嬉しいです。って感じで、この動画が楽しかったり、また私のメイクとかこういうトータルコーディネート見たいなと思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。クラーン、アンニョーン。